ドルニエド335ド335エード335プファイルは第二次世界大戦中ドイツのドルニエ社により製造された戦闘爆撃機である。2機のエンジンをコックピットを挟んで前後に配置する双発くし型という特殊なエンジンレイアウトを採用している。垂直尾翼は上下に1枚ずつあって下のものにはダンパー付きのスキットが装着され、 設置対策がされていた。その特殊なレイアウトゆえに、プファイルの相性を与えられ、また一部では、アマイゼンベアとも呼ばれた。デシプロエンジン機としては、最速の部類に入る最高速度時速7 7 0トルを誇る。脱出時にはパイロットが、後部プロペラに巻き込まれる事故を防ぐため、垂直尾翼と後部プロペラを爆砕し、 圧縮空気式の射出座席でパイロットを脱出させる。なお前後いずれかのエンジン停止時でも飛行は可能。試験飛行の記録によれば、速度、加速、旋回の性能が高く、走破付きにしては信じられないほど運動性が良かったと伝えられている。ドルニエ社は、エンジン串型配列機の特許を1937年に得て、この形式による、 実験機を作成しデータの収集に努めていた。その後、1942年にドイツ航空省が出した時速時速8 0 0トルを出す短座の爆撃機の使用に対してドルニエ社はこの形式を採用した機体での設計案で応募する。ドルニエ社の設計案は採用されてド335の正式名称で開発が開始された。設計開始間もなく、 使用が爆撃機から多様途重戦闘機に変更されたが、機体の基本設計に変わりはなかった。試作1号機は1943年10月26日に初飛行に成功し、速度性能は要求値に遠く及ばなかったものの、運動性、安定性に優れた機体であることを証明した。翌年には最重要量3機指定を受け、空軍からは原型機十四機、 先行量産型10機、戦闘機型11機、複座型3機の発注を受けた。だが1944年3月、連合国による大規模な爆撃によって生産していたマイツェル工場が壊滅してしまう。9月にようやく数機が完成し、試験飛行団335で実用テストが開始されたがその後も生産は進まず、終戦までに完成したのは35機のみである。 なお実戦参加記録はないが、終戦間際の1945年4月に、イギリス空軍の第122飛行団、第3飛行隊が飛行している陶器を目撃したと報告している。ドイツ軍の要求仕様は、制空権のない状況下で高速侵入し、爆撃できる、創発機であった。数値は5 0 0ラムの爆走で、時速8 0 0トルというものである。 ド335はこれを踏まえて設計された。本機は機種と同単位中央後方にエンジンを搭載するく型配置である。機種に環状冷却機を配し、その後ろに液霊 DB603 エンジンを持つ。外形からは空霊のようにも見えるがこれは環状冷却機のカウリングである。エンジンは最大出力1750馬力の DB603A を用い、 燃料には B4 またはハイオクタン燃料 C3 を用いた。胴体中央後方に DB603 エンジンが配置されている。このエンジンから延長軸で機微のプロペラを回転させる。延長軸は強振振動による破断を防止するために何箇所かで分割、歯車がった軸継手によって接合している。 歯車の面が少し局面化されており、ユニバーサルジョイントのようなフレキシブルさを持っている。これをゴムで覆い、防塵した。さらに、機体後部は頑丈なトーションボックス構造になっている。ねじれに強く振動しにくい。エンジン下部に空気取り入れ口を設け、この内部に冷却器を配置している。本機の形状は、胴体内に2機のエンジンを内蔵するため、ロール時には、 回転軸線上にエンジン質量が存在する。これに比べて通常の走発機は主翼上にエンジン2機を配置するため回転軸線から離れた位置にエンジン質量が存在する。したがって通常形式では物体を移動させるための初期動作に力が大きくかかり、また動作を終えて止まる時にも完性がついているため止まりにくい。このため百三十五は 通常の総発機と比べれば、ロールレート性能が高い。一方、機種起こし、機種下げに際しては、機の重心を中心軸として回転する。したがってこの中心軸に近い位置に質量が配分されていた方が挙動が早い。と335は、機種と胴体中央後ろよりにエンジン質量があり、通常の総発機と比べ中心軸より遠い配置になる。 よって、一長一短ということになるが、実際の結果としては上述の通り、双発機としては運動性が高いと評されている。都335は、胴体内に全てのエンジンが搭載されている分、外部に2つのカウリング、エンジンナセルを持つ、通常の双発形式よりも、空力、摩擦抵抗に優れ、加速や速度性能も優れる。 機種と機微でエンジンの回転方向が異なるためにトルクを打ち消し合って静的状態を作り出している。従って全力運転を行う際にもトルクによる変更がない。また通常の走発機と異なりエンジンが一気停止状態でも水力の変更が起こらず、後部エンジンのみで時速 560km で軽快に飛行した。モーターカノンとして 30mm 機関砲。 MK103M を装備している。これは、機種エンジンに、機関砲を固定装備し、砲身をプロペラの回転軸の中に通すという配置である。プロペラ圏内に大口径砲弾を通す危険を避け、機体の中心線に近い位置から発砲するため、反動による機体のブレが少ない。機種上部に 20mm 機関砲、MG151-22 門を装備している。 主翼前縁に13度の交代角を持ち、後縁は直線翼に近い。植え替え立は6度である。主脚は引き込み式であり、内方へ向かって折りたたまれる。翼左右に増設のラックを取り付け、容量300リットルの増装、または250キログラム爆弾を搭載できた。後尾にプロペラを持つため、本機は前輪式で、前足は後方折りたたみ式である。 胴体下部には爆弾層が設けられている。照準機は、レビ 16D 反射式照準機である。他に、敵味方識別装置フグ 25A、着陸誘導装置フグ125を備え、火災が起きた時にはセンサーが熱を感知して、炭酸ガス消火装置を作動させた。機微に垂直尾翼と、プロペラがあるため、射出座席は必須の装備であった。脱出にあたっては、 垂直尾翼に衝突して骨折するなどの負傷を避けるため、プロペラと垂直尾翼は爆発ボルトを作動させて、投棄する。次に、キャノピー長部左右のロックを解除し、投棄レバーを引いて、キャノピーを投棄。最後に圧縮空気で座席を出した。出された座席は、自動的に姿勢安定用のパラシュートを開く。乗員はベルトを外した後、座席から離れ、 自分の装備するパラシュートで降下した。土 335V プロトタイプ。製造順に V の後に番号がつく。百 335A-0 戦闘爆撃機型の先行量産タイプ。百 335A-1 エンジンを強化した戦闘機型。百 335A-4 偵察機型。最高速度時速 780km。 ド 335A-6 複座の夜間全天候戦闘機型ド 335A-12 複座の練習戦闘爆撃機型2機完成プロトタイプ V12 より発達は後ろ向きに登場している長距離戦闘機として計画され極めて大型の燃料層を持っていた 30mm 機関砲4門を装備し最高速度は 時速 882km を予定。百435計画のみ。レシプロジェクト混合の副雑野戦型。後部エンジンを HE011 ターボジェットエンジンに換装。30mm 機関砲3門と 20mm 機関砲2門を装備し、最高速度は時速 865km を予定。百635計画のみ。長距離偵察型。 本機を主翼で2機結合した総動機。最高速度時速 720km、航続距離 7450km を予定。ありがとうございます。